6つになる子供を産ってる。確かに自分の子である。ただ不思議なことにいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分がお前の目はいつつぶれたかの回答を聞くと、何昔からさと答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。時々鷺の影が闇に刺す。田んぼへかかったねと背中で小僧が言った。どうしてわかると顔を後ろを振り向けるようにして聞いたら、だって鷺が鳴くじゃないかと言った。すると果たして鷺が二声を吠えた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと思いをした途端に背中でという声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただお父っつぁん重いかいと聞いた。重かはないと言うと、今に重くなるよと言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道は不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがなと背中で小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左比嘉久保右堀田原とある。闇だのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左がいいだろうと小僧が命令した。左を見るとさっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上に投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しなくてもいい。小僧がまた言った。自分は仕方なしに森へと行った。腹の中ではよく目くらのくせ何でも知ってるなと思いながら、一筋道を森へ近づいてくると、どうもめくらは不自由でいけないねと背中に言った。だからおぶってあるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうもバカにされていけない。親にまでバカにされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったなと背中で独り言のようにつぶやいている。何がと気はくどい声を出して聞いたら、何がって知ってるじゃないかと子供があざけるような声を出していった。するとなんだか知ってるような気がしだした。はっきりとは分からない。ただこんな晩であったように思える。そしてもう少し行けば分かるように思える。分かってしまったら大変だから、分からないうちに早く捨ててしまって安心しなくてはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はどんどん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ自分の背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧は自分の過去現在未来をことごとく照らして寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そしていくらである。自分はたまらなくなった。ここだここだ、ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声ははっきり聞こえた。自分は覚えずと思った。いつしか森の中に入っていた。
一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言った通り杉の根と見えた。お父ちゃん、ちょうどその杉の根のところだったね。ああそうだと思わず答えてしまった。文化五年辰年だろ。なるほど、文化五年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くやいなや、文化五年辰年のこんな闇の晩に一人の目くらをその杉の根で殺したという自覚が忽然と頭の中で起こった。これは人殺しであったんだなということが初めて分かった途端、背中の子が石地蔵のように重くなった。皆さんどうもありがとうございました。ロールプライド専門のということで、手前の人に入りますけど、かなり頑張ったんじゃないかなと思いますが、皆さん感想の方も聞かせていただければと思います。では今日ね、頑張ってくれましたタレントを一人ずつご紹介していきたいと思いますので、拍手よろしくお願いいたします。まずは新人山口奈美です。ありがとうございました。かやりんか、ありがとうございました。そして高塚えいやです。ありがとうございました。カボトモ、ありがとうございました。金山優子です。ありがとうございました。大きな拍手を送りください。そして今日の演出はですね、菱田和夫さんにお願いしたんですけど、菱田さんからでは一言いただけますでしょうか。どうもありがとうございました。千里の道も一歩からと申しますが、千本ノックはやっと2本終了いたしました。今後ともですね、まあ未熟ではございますが、まあ人生そんなもんでございますので、皆様方の温かい、ご支援とご声援をということで、今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。お開きをください。そしてですね、今日この素敵な空間をご提供していただきましたチェスタの店長、山森店長にも大きな拍手をください。どうもありがとうございました。最後になりますけど、ボイスボイスの代表です、はい、マスターマリコがご挨拶ということでよろしくお願いします。はい、今日は日曜日の8時からという、もうこんな中途半端な時間に来ていただいて本当にありがとうございました。千本ノックというタイトルはもう体育会系な勢いで、とにかくやらせるぞという私の思いでやりなさいという形で始まったんですが、あとやっぱりちょっとやりだしたら千本はできないかもしれないけどできないかもしれないけど、ボイスボイスのライフワークみたいになっていったらいいなという思いもこもっています。私主導で始まったことでしたけれども、もう途中からはみんながどんどん練習をしていって、ちょっとびっくりするぐらい自分たちで自主的に取り組んでくれたので、本当に今日出来はねどうだったかわからないんですけれども、よくやりきったなと思っております。本当に今日はどうもありがとうございました。また次回の機会ありましたらぜひいらしていただきたいと思います。本当にありがとうございました。今日ですね、見えないと思います、一番奥に船戸さんがいらっしゃるんですが、船戸電機さんからトマトをたくさんいただきましてですね、今日皆さんに帰る際にお配りしたいと思うんですが、そのことで金山からちょっと連絡があります。連絡があります、はい。トマトは3種類ありまして、皆さんにですね、その3種類の違いを食べ比べていただきたいなと思いまして、袋に小分けにしてお入れしております。で、後日アンケートをメールでお送りしますので、ぜひ答えてください。お願いします。
見てないしぜひお願いします。また帰り道アンケートと一緒に回収してトマトもお配りしますのでお願いします。うなとさんありがとうございました。ありがとうございました。で、今日の司会チャッキーどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ボイスボイスロードブライブ千本ノック以上で終了ということで、作品のお付き合い本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後このチェスターは通常営業ということになりますので、お時間の許す限りお酒などもねお楽しみいただければと思います。ごゆっくりとお訪れください。ありがとうございました。撤収です。撤収します。私が撤収します。